とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあタワー攻略やっていきますね。今日は11階から15階までです。一桁台よりもちょっと難しくなってきますけども、まあまだまだ簡単にクリアすることができます。前回ボスを倒しました。エンチャントポイントゲットしてます。エンチャントエーリを3まで上げていきます。はい。あ、ちなみにこれ動画が、どんどん繋がってます。はい。前回のやつの続きとなってますので、よろしくお願いします。では、11回行きましょう。ここはね、クリーパーも結構出てくるし、ちょっと強力なレイスも出てくるので、ちょっと嫌なんだよね。うん。なんで、ゴーレムには結構活躍してほしいんだけども、さっきのボス戦で結構 HP がね減ってるんだよな。うん、ゴーレムちゃんの。なんでやっぱり俺が頑張るっきゃないか。本当はここはね、ゴーレムにめちゃくちゃ頑張ってもらって、クリーパーをね完封した方がいいんだけども、このゴーレムの HP では、ちょっと厳しいか。いや、もうむしろこの HP だから、もうやられてくれて構わない。あ、いや、無理か。ちょっと、この HP でまた次に行かなきゃいけないっていうのが厳しいけど、まあ行きましょう。で、11階の報酬。ここでね、守護のトーテム、取っていきます。守護のトーテムは、ここの上、もしくはボスぐらいまで、だいぶ役に立つので、絶対に取るようにしてください。行くぞ。はい、行きまーす。ここもね、クリーパーが出てくるんだよ。うん、そのために、おーし、おー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 、ゴーレムを、極力、HP 温存していきたいところなんだよね。よし、OK。クリーパーが、4体ぐらい出てくるんで、ほんとダメージは食らわないように。まあ、星なき夜の2発目の打撃。で、一発でまあまあいけるんで、それでやり過ごしても、大丈夫ですね。よし。あ、あとあっちにいるね。しかもクリーパーじゃん。よし。OK。ゴーレムを出し直したので、まあ、HP はね、結構あります。やっぱゴーレムはね、HP が高くないと、いいタンクになってくれないからね。続いて、報酬だね。ここで報酬を、愛のメダル、ゲットしてください。アイアンハンドアミュレットと、愛のメダル。これをね、交換で、いいです。アイアンハンドアミュレットは、まあまあ、役にも立つんだけども、こっからは、愛のメダルの方がいいので、おすすめです。で、ここがね、結構敵が出てくるので、あんまり前に出ないように。うん。出てもいいんだけども、愛のメダルで、しっかりと、敵をね、仲間にしていってください。あとは、ゴーレムが、いい感じで敵を引きつけてくれるので、いいかな。よっしゃ。やばやっべ。よっしゃ。ここね、最初の、敵がバッて出てくるラッシュ、あそこをまず注意だね。愛のメダルがあれば全然やり過ごせると思うので、愛のメダルは超重要です。終わったかい。あ、まだだね。よし。ほんとね、愛のメダルは役に立つ。うん、できればね、アーティファクトのキノコが出てきてくれればいいんだけど、これ、キノコ出ないんだよね。30回まで。1回も出ない。はい。11
13回クリアです。そして報酬ですね。ここの報酬は乱射のクロスボウおすすめです。うん、ようやく弓が、使える弓に変わるっていう感じだね。はい。あ、で、エンチャント入れちゃいましょう。おすすめエンチャントは変更だね。はい。これで、ガードストライク3、エイリ3、変更3になってます。うん、だいぶ強くなったと思います。で、ここが前に出てしまうとどうしてもダメージを多めに受けてしまうので、愛のメダルを使ってやり過ごしていきましょう。愛のメダルで、で、ここの端のところ、うん、ここで敵をねほとんど殲滅していくといい感じだね。あのね風使いをねやれなかったのがちょっと痛いな。できればね、風使いをここではもうすでに倒しときたいところです。 OK 倒した。風使いをここで倒せれば万々歳だね。で、ここでもう牛をできればこのまま倒しに行きたいところだけども、今回はちょっと前に来てくれないね。うん、あそこでちょっとバグって動かない感じか。これはちょっとやりにくいぞ。本当はここのね、 OK 壁があるところで完封した方が全然いいんだけど、ちょっと今回はそれができなかった。うん、 OK ラビジャーの攻撃は本当痛いんで受けないようにいきましょう。今のはちょっと敵がね変な風に動いたんでダメだったんだけども、大体はあの壁のところで完封で戦えるので、やってください。次、14回の報酬、ここはなしです。エンチャントポイントをもらいましょう。で、ここがね、クリーパー結構多いです。クリーパーに注意していきましょう。よし。まあ、ゴーレムさん出しとけば、大体、クリーパーを爆発させてくれるので、いいよね。やば、あぶね。頼む、ゴーレムさん。よし。で、レイスと雲の連携、あれも要注意なんで、極力雲から倒した方がいいです。うん、こいつが出す毒で、雲の巣とか引っかかってたら、もう即死しちゃうので、注意だね。ゴーレムの HP が少ない。ということで、ゴーレムを特攻させて、一回、オッケー。やられといた方がいいよね。ゴーレムの HP 管理っていうのは結構重要なので、やるようにしてください。はい。では、15回、クリアです。そして15回の報酬、ここはなしです。何も取らなくて大丈夫だと思いますよ。はい、ということで、今日は11回から15回まで、クリアしてみました。次は16回から20回、ボスまでですね。ちょっと、ここぐらいから難しくなるので、注意していきましょう。では、チェックもよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。